ただアメリカで成功するっていうのは料理の味とかがメニューだけではないんですね。サポートできる幹部なりフィールドサポーターがいない限り安易に契約してしまうとサポートできるから、あとじゃあその契約した後のその注意すべき点っていうのは、まあでもそこまでもう契約してしまったらもうあのやりきるしかないですよ。そうそう、契約してコミットした以上はこれもうどんなことがあっても進めなきゃいけないわけですが、一番重要なことはやっぱり人間関係ですね。はいはい、やはり日米間でやはりあの物の考え方が違ったり、それからコミュニケーションの取り方が違ったりで、まずナンバーワンはですね、これはまあ島本さん自身が身に染みて感じてると思うんですけど、やはり言葉だと思います。はい、もう英語ができるとかできないとかいう世界ではなくて、英語はマストですね。いやもう、はい、うん、それでもし英語ができない人間がその会社であるならばですね、まあ、逆に本当にやらないぐらいの方がマジっていうくらいにコミュニケーションは大事です。ただし、その中で非常に優秀な、例えばサポートする会社が一緒についてるとかですね、それから通訳と通訳の方が、例えば日本語でおられるとか、という形であれば、まあ、ある程度サポートできるとか、ただ究極的に、ね、自分のチームを作っていかないと、やっぱりある程度のところまでいかないです。まあ、おっしゃる通り、本当に。で、これをですね、逆に言うとですね、反対のことを実際と言えるんですね。よくアメリカとか日本の社長にも言うんですが、日本で絶対うちは成功させたいんだということです。じゃああそこまで成功するんだから、あなたの方もね、海外部門があるわけだから、その中に日本で本当に力を持ちたいんだったら、やっぱり日本の担当者、日本語もできる担当者が送るんじゃないかということを私は常々言うんです。でそれを理解する会社もありますし、いやうちはあくまでマスターで権利を与える方なんだから、それはあくまでももらう方の義務としてやらなきゃいけない、いろいろ考えてる方いますね。なるほど、はい、私が知ってる他のフィットネスの会社なんかでは、やはり今後ですね、やっぱり力を入れてアジアをサポートできる人間をこれから強化しようということを動きを出しているところもあります。なるほど、はい、その権利を取得して、じゃあその後の体制として、僕の実体験でいくと、アメリカとの要はコミュニケーションを図るためのコスト、人材含めてっていうのはちゃんと予算組みしといた方がいいですよ。あ、もうおっしゃる通り、ここ予算に入れないとダメで、これをなんか軽視すると良くないですよね。はい、権利を買ったらそれが終わりではなくて、権利はあくまでもスタートラインなんですね。だからスタートラインの後にどうするかってことをきっと頭の中である程度整理しとかないと、買ったらいいけどすぐに現実的な問題がどんどん出てくるわけですね。はい、今度は日本のブランドが見てる方でフランチャイズチェーンをやられていて、ゆくゆくは海外にアメリカに進出したいっていう人いらっしゃると思うんです。はいはい、業種によってその注意するというのは異なると思うんですけど、大枠でその日本からアメリカに進出するときに注意すべき点っていうのはどういうところなんですか？もう注意するところだらけですね。実は私今アラバマ州に行ってきたところなんですが、まあ、今ロサンゼルス、それからニューヨークを拠点としてですね、アメリカの大都市の中ではある程度日本のブランドがどんどん浸透してるんですね。カテゴリーからすると、もちろんラーメンのカテゴリー、それからお寿司のカテゴリー、それからくら寿司さんみたいな回転寿司のロビューとか、天ぷらのチェーンもいいでしょうし、今とんかつチェーンもいいということはあるんですが、ただ一つだけやっぱり日本の経営者の方にはアドバイスをするとすればですね、そういう日本の経営者の方がアメリカに進んでしまうと、どうしても味ベースで判断しちゃうんですね。味ベース、うん、あ、印象だよね、確かに。まあ実際に食べてみた、あんたこんなもんだったらうちの方がやっぱり美味しいよ、全然比べ物なんだよということで、ご指摘の通りですね、例えば寿司とかですね、ラーメンでもアメリカの会社が特に実際にやったところとは全然違いますよ。日本のは全然上ですよ。ただアメリカで成功するっていうのは料理の味とかメニューだけではないんですね。例えば加盟店としてやるとすれば、どうやってサポートしていくのか、どうやってマーケットしていくのか、どうやってブランディングを高めていくのか、そういったものをやっぱり総合的に理解しないと、やはり中途半端な品質になってしまう。なるほど。品質方法というのはもちろんいくつか方法がありまして、一番ベストな方法は自社でまずアメリカに進出して法人を作って、
で直営店を作って、でそれをシリコンとフランチャイズを立ち上げてフランチャイズを伸ばしていくっていうのが一番ベストなことなんです。直営一発最初出して、そうですね、はいはいはい、ただ全ての日本の企業がそこまでの財務的な力があるかというとできないです。だから他の方法は何かあるかと言いますと、ライセンスという方法があります。よく私の方に今質問がありまして、ライセンスとライセンスどういう差があるんだということは、日本の方は一番覚えていただけないのは、日米の一番大きな差はアメリカにはフランチャイズ法というのがあるんです。フランチャイズ法が、はい、法律によっていろんな規制されてるんです。日本の場合はフランチャイズ法と言われるものはない。基本的にはいわゆるコマーシャルと商法と合わせた基本的なベースです。その意味でアメリカのフランチャイズをやるためにはアメリカの会社がなければいけないんですよね。そしてアメリカでフランチャイズを持ってアメリカの中で展開するっていうベースで、それがなければフランチャイズを展開できる。よく日本の方からそう考えて、私フランチャイズしたいんですけど、フランチャイズしたいんですけどってことは、自分のお金でまずアメリカに本部を作って法人を作って直営店を開いて、そしてフランチャイズの段階に、まあ、2年後3年後に行くっていうことを言ってる。ただ僕の日本の方は即ライセンスできると思ってる。なるほどなるほど。だからそういう方のためにライセンスっていう方法がある。ライセンス、それライセンスは何であるかというと、フランチャイズの場合は加盟店とそれからアメリカ法人になって会社との契約、ライセンスの場合はあくまでもアメリカのライセンシーと、それから日本の会社日米の契約だから問題ない。あ、なるほど。じゃあアメリカのフランチャイズ法が大きくなってくるから、まず直営出さないとその法にのっとった契約ができないよっていうことなんですね。それが一つですね。もう一つはライセンスして売った後どうするんですかっていう話は、はい、当然ながら、まあ、日米時差の問題あり、それから、まあ、距離の問題あり、いろいろあるんですね。先ほども、まあ、日米のアメリカから日本に進出する場合の大きなポイントっていうのはコミュニケーションということを言いましたが、全くこれも同じことなんです。ですから日本からアメリカに進出する場合、まず絶対に必要なのはアメリカを行き来できて、アメリカのライセンシーときちっとコミュニケートできて、サポートできる幹部なりフィールドサポーターがいない限り安易に契約してしまうとサポートできるからです。サポートできないとなると、やはり当然ながらいただくクレームができたり、いろんなものになっちゃう。そういう意味も踏まえながら、新システムを考えています。あともう一つ重要なことは、自分たちに代わってアメリカで運営してくれるライセンシーですから、はいはい、やっぱりそのライセンシーの質とか、人間性とか信頼性、そういったものはやはりしっかりとしたところに検証してもらって、判断してもらった方がいいと思いますね。だから一筋さんしかいかないよってことですね。だからもう代表の方が自らの英語もコミットメントして自らアメリカに渡米してチャレンジするぐらいじゃないと、もう結構海外チャレンジ難しいと思うんですよ。部下をじゃあお前行ってこいよとか、なんかそういうのってよくありがちじゃないですか、はい、それってどうなんですか。そうですね、それはあのいい面悪い面ありまして、うん、自分自身がね起業家ですし、今お話になっているご本人である島心さん自身もね起業家なわけですよ、うん。で島袋さんがアメリカにポンと飛んでった時に英語はできましたかって言ってできないわけですよ。一言もできなかった、まあ、だけどやはり思いがということと、それなりにやっぱりしっかりと助言をいろいろ聞きながら進んでったってところはね、やはり国内に至ったところだと思うんです。だから自分のとにかく度胸だけでアメリカに飛び込んでやってみようっていうことだけはやっぱり意識が高いですね。簡単に言うと、だから自分でアメリカでやるんであればやっぱりある程度外務大使の覚悟を持っていかないとなかなか1年2年で成功しない。もう一つは、もしライセンスするんであれば本当に信頼できるライセンシーを、それは銀行経由なのかコンサルタント経由なのか分かりませんけど、やっぱり信頼できるところに任せる。そして自分たちのブランドを大切にしてくれる、そしてきちっとコミュニケーションを図ってくれるパートナーですね、うん、ライセンシーというよりパートナーです、そういったものを選ぶというのが大事です。ですね、パートナーですね、はい、もうエクスパンシャルパートナーですよ、本当に。そう、おっしゃる通りです、はい、いろいろね、本当聞きたいんですけど、ちょっとね、もし皆さん見てる方でアメリカ進出したいとかアメリカのブランドが欲しいという方いらっしゃったら、でも今そういう方ってもう言っちゃなんですけど、大手の方しかちょっと今対応されてないですよね。いや、私どもはですね、かなりいろんな大手の方
まあ、もちろん捉えてますが、大手じゃないから私とも全然対応しないということではないんですよ。やはり中核の企業も今来ておりますし、本人でどうしても出たいんだっていう人もいます。ただ若い自身のフィロソフィーとしては、会社の大小では決めたくないんです。それよりも事業コンセプト、ビジネスモデル、ブランドを総合してですね、アメリカである程度優位性があるのか、成功し得るのか、そういったものの判断でしたいと思います。なるほど。ですから一人の方であれ、5件しか持ってないという方であれ、とにかく相談したいということであればいつでも相談していただいて、今はまあ非常に便利なことで、まあ、Zoom っていうのがありますので、はい、私はいつでも24時間、はい、いつでも Zoom で皆さんとお話しすることができますので。いやもうすごい、はい、僕が一番最初に問い合わせさせていただいたときはね、5、6回ねスルーされましたけど、それは本当申し訳ないです。いやいやいや、逆にあれは実際試してたんで。なかなか諦めないんで、この人すごいなと思って、まあ、逆に言うと私の方が、いや、これはやっぱりちょっとまともにいかなきゃいけないなっていう話を聞いて、それから6年、今日にいたのにですけど、はい、ちょっと会って、ミーティングしてよかったなと思います。いや、本当ですね。はい、わかりました。ただやっぱり、ひまごもさんの今のいろんな、まあ、日米のね、我々がやったことを、我々だけのやっぱり財産にしてはいけないんですよ、うん、やはり我々の体験とかいろんなものをもっともっといろんな人を共有してね、そしてやっぱり第二の島袋さん、第三の島袋さんを作っていかなきゃいけない。私の会社までロサンゼルスと拠点を持ってますので、相談したいこと、何でも遠慮なくてね、言っていただければ対応したいと思います。藤田さんここまで言うと結構珍しいなと思うんですけど、はい、概要欄にですね、また藤田さんのホームページ貼ってますんで、もしアメリカのブランドをちょっと興味あるなっていう方、もしくはアメリカ進出したい方っていう会社があればですね、ぜひ問い合わせされてみてください。そうですね、はい、アメリカのよく話すんですが、日本で今ブランド数の大体本部数の1350ぐらい、60ぐらいあるんですかね。でアメリカの場合は大体今正式にアメリカのフランチャイズ協会に登録してる数っていうのは2800ぐらいなんですが、まあ、日本の約2倍ぐらいですかね。ですけど実質的にですね、まあ、新品化も入れてほとんど毎年ですね、約250ぐらいの新しいフランチャイズが生まれてる。そんなに、はい、でそれでもちろん短期間でダメになってしまうものもあれば、そこからもうブレイクしてすごい会社になってしまう場合もあるわけです、はい。だからアメリカのフランチャイズの動向というのは、日本のそれこそ5年後、10年後のものじゃないか。まあ、僕はよく言うんですが、コンビニエンスストアがどこから来たのか、ドラッグストアはどこから始まったのか、スーパーマーケットはどこから始まったのか、カフェというコンセプトはどこから始まったのか、これを考えると全てアメリカなんです。ですからやはりアメリカの動き、動向、トレンドというものは絶対に無視していけない。特にアメリカはこう2年間パンデミック、まあ、日本も同じように大きな感染の問題でね、大変な状況になって、フランチャイズ関連だけでも加盟店の数を10万人ぐらいが占めたという統計が出てるんですね。それからまあ大きな失業者が出ました。しかし去年の12月をもってワクチン接種が大きく皆さんが取るようになったんですね。今徐々に戻って、まあ、ようやくアメリカも約 70% ぐらいですかね、率になってきたわけです。でその中でやはり特に飲食の業態では全く業態が変わってしまった。通常のダイニングということだけではなくて、テイクアウトの主体になってきた。それからドライブスルーが一時伸びてなかったけど、今はもうドライブスルーだけで 70% の収入を得てるような会社も出てきてますね。それからあとサードパーティーデリバリーですね、 Uber Eats であり、ドアダッシュであり、いろんなところのデリバリーの業態がすごい勢いで伸びつつある。ですからいろんなところでやはりアメリカっていうのは非常に現実的にピンチからチャンスに変えていくっていうのが僕はアメリカだと思う。まあ、その意味で今後アメリカがいかにこのパンデミックからまあ脱出してですね、成長期に入るかっていうのは非常に気をつけて検証するべきことかな
思います、うん、いや勉強になります確かに、はい、もちろんこうやってねあの聞いてる方の中でもいろいろご苦労されたりいろいろあると思うんですけど、これはチャンスなんですね。ピンチをチャンスにするような形でですね、そしてその一つの一環としてやっぱりアメリカの動向というものを見ていただく、うん、僕は定期的にアメリカに行ってそういう藤田さんとお会いさせていただいて動向をキャッチさせてもらってますけど、うん、まあそうです今だったら、ね、ネットでいろいろチェックできますし、はい、それからあとね一番重要なことはねグローバル化したいグローバル化したいって方が非常に多いんですね、うん、だからグローバルっていうことはどういう意味なのかっていうことをまず考えないといけないのは、やはり会社の存在というのを皆さんに知らされなきゃいけないんですよね。例えば簡単なこと言うとウェブサイトを持っててもね、それが日本語だけだったら世界中の人がどんなにでも何のビジネスかも分かんないです。まずファーストステップとして自分たちにグローバル化するっていうことであれば、まずウェブサイトの英語化から、そこからまずファーストステップとしてやるっていうのも一つ。確かに昔から言われてますよね、はい、それで我々もそういうサポートもしてますので、あ、はいはい、まあ、そういうちょっとまず根本的なところからね、スタートするのが重要かなと思います。ひょっとしたらアメリカ人が求めているようなダイヤモンドの原石を自分が持っているかもしれない。確かに、しかしそれをやはり見せない限りは誰もわからない、うん、はい、ちょっと空間ありますね、はい、ありがとうございます。じゃあという感じでですね、はい、今日は藤田一郎さんに、来ていただきました。参考になった方はですね、グッドボタンとチャンネル登録をマストでお願いします。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。M&A バンクご視聴ありがとうございます。ぜひですね、M&A の情報をカジュアルに勉強したい方はチャンネル登録、そして他にもですね、大物起業家に出演いただいてますので、他の動画もチェックしてください。では。